今回は、ジョジョ6部がなぜ人気ないのか、ようやくわかったわ。に対する読者の反応集を紹介していきます。それではどうぞ。まずスタンドの倒し方が強引すぎることが多い。3部から割とそうでは。ジャスティスの倒し方とザワールドでの覚醒は、悪い意味でジャンプ漫画そのもの。繰り返し読む前提なら3部の道中よりは面白いんだけど、初見は意味不明すぎるのばかりで絵が持たれる。このスタンド、このバトル以外でどう使うねん、みたいな、限定的状況が多すぎる。主にダイバーダウンやろ。ジョリーンとフーファイターズは割とジョジョやってる。ダイバーダウンの肉体改造って、本当に何でもありだしな。個人的な感想だが、6部はワクワク感が少なかった気がする。ロケーションが限定的すぎる。ワンクールずっと刑務所の中とは思わなかったわ。魅力的なライバルがいないのもな。3部はディオ、ホルホース、ダービーとか、4部はキラと音石みたいに、味方になる敵が多い。5部は暗殺チーム、7部はディオ、リンゴー、サンドマンみたいな語られる敵が多いけど、6部はクッチすらあんまり人気ない。キラと音石は終始敵だろ、奥やつとかフンザミとか他にあげるやつ、いくらでもいるのに。6部の味方になった敵ってズバリフーファイターズじゃね？ああ、味方勢のエルネース、ウェザー、アナスイ、エンポリオと。誰もジョリーンとは戦ってないし、ライバルではないもんな。フーファイターズがそれっぽかったけど、側つけて別キャラになった上に、中盤で脱落しちゃったし、景色が変わらない、派手な敵スタンドが少ない。純粋な戦闘系が少ないよな、ギミック系ばかり。あとやたらグロい。確かに無駄にグロ描写が多すぎる。昔の北斗の拳みたいな絵のグロは気にならなかったけど、6部の絵でグロは純粋に気持ち悪い。ストーリーやキャラは好きだけど、グロ描写のせいで最初は敬遠してた。刑務所は汚すぎる、飯食いながら見れない。それは飯を食いながら見る前提の作品ではないからでは？こういうのもたまにはいいんじゃない？いつもこれだったら困るけど、みたいな展開が連続してくるのが6部。京太郎がやられるしな。質が汎用性ないのがな。そうあるやろ、6部の味方チームのスタンドは全員汎用性あるやろ。エルネース兄貴はかっこよかったろ。かつてはナチスとまで共同戦線張るレベルの、強組織だったスピードワゴン財団が、犯罪者が好き放題やれる程度の刑務所から、囚人一人さっさと出せない理由って何？時代の流れ。まあ、囚人のスタンドが物理的にもギミック的にも、脱獄できるようなのだとまずいし、通話だけのキャラに脱獄しない理由つけて、説明するのもたるいしな。6部も続けたタイミングで、過去部の予備知識が一番必要な内容になったせいで、新規や一般ジャンプ読者層にとって敷居が高くなりすぎたのが一番でかいと思う。一元さんお断りみたいな。特にこのあたりはスタンドバトルの内容も能力も複雑化してたしね。でも最初不安やが最後には面白くなってるのがジョジョよな。4部のお互いのスタンドの特性をフル活用して戦う感じの方が好き。確かに、4部が評価されるのはキララ編であって、最初の方語るやつを乱問。6部のクッチ戦めちゃくちゃおもろいのになんで評価されないん？もしかして読んでない？それか見てないのに評価されてる？むしろ6部はそこだけ評価されてる気がする。京太郎好きは嫌いっぽいけど。スタンドのネタが切れてきた中で無理やりひねり出してたのか、わかりにくい能力ばかりになってたし、ストーリー的にもクッチにしてやられる展開が多くて、爽快感があまりない気がする。当時は5部の終盤の時点でジョジョの人気落ちてたのよね。とで争いしてたし、そこから6の展開だからね。ラストバトルでエンポリオ以外みんな死んじゃうのかなぁ。ってどうしてもモヤモヤする。もちろんジョリーンがビスクを託したおかげで勝てたりと、無駄なしではないのはわかってるし、誰も死んでほしくないとは言わないけど、やっぱり主人公が部の最後に死んでしまうのは悲しくなるんや。ジョジョじゃなくなることで運命から脱出したんやで。ジョジョであり続ける限り、ジョースター一族は死ぬまで熾烈な戦いを定められているわけで、一度死んだから来世では運命が変化して、ほぼ同一でありながら幸福な人生をつかめたんだろう。でもジョータロウの危機で、ボレナレフ、広瀬光一、岸辺露伴、東方丈介あたりがが出てきて欲しかった。ジョータロウに仲間がおらず、孤独すぎて、かわいそうだった。でも5部の眠れる奴隷からのあのラストは、作者コメント含めて完璧だったと思うわ。むしろワイは6部でジョータロウ好きになったわ。主要メンツの中で、フーファイターズとアナスイとウェザーがガチ悪人だったのが悪いわ。記憶取り戻した後のウェザーの行動にドン引きして、死んだの全然悲しくなかった。フーファイターズに悪人も善人もないやろ、ジョリーンが助けてくれたから。今度はジョリーンを助けるために協力してるだけやで。うろ覚えで何が嫌いだったか忘れてるけど、嫌いって感情だけは、強く残ってるんだなってよくわかる感じするわ。
フーファイターズとか、生まれて即ディスク守るためにって心で言われてて、善も悪も学ぶ間なかったし、ウェザーとか自殺失敗して、スタンド目覚めた直後に記憶抜かれて刑務所送りだぞ。悪事働く時間どこにあんだよ。ウェザーは記憶取り戻して速攻女二人に電気流してなかったか？結局キャラの魅力だろう。岸辺露伴クラスに魅力的なキャラ出てきたかというと、ちょっとねえ。刑務所の所長のワニのぬいぐるみにシャーロットちゃんとか名前つけて、腹話術で会話させてるやついたじゃん、あいつ好き。アナスエ、猟奇殺人犯、娘さんをください。翔太郎もそらこんなんにジョリーをあげたくないわ。殺人犯でも別に殺しを楽しんでたわけじゃないし、ええやろ。分解癖があっただけやし、そもそも精神状態正常やで。幻覚なんだか現実なんだかわかりづらい描写が多いのが気になる。6部はそれが鬼門やねん。これを理解できるかによって6部の評価はだいぶ変わる。マンハッタントランスファー、この名前聞くだけで嫌になるやつを襲う。ずっと戦闘してたけどそれは幻覚で、別のスタンドに溶かされそうになってたのと、それとは別に現実にもマンハッタントランスファーがいたんやぞ。普通に面白いんだが、確かにあれはあかんやろとは思う。いろいろ意見はあるだろうけど、大半のライトな読者はあれで脱落してたな。船が2隻あったわ意味わからん。なんでわからんねん。銃弾3発覚えられないけど、鏡に映ってれば OK とか、唐突な自動操縦型のセンサーとか意味がわからん。鏡じゃなくて映像として記憶したらってことなんだけど、瞬間記憶とか速読とか知ってや原理わかりやすいんだけどな。人がカタツムリになるあたりで理解不能になった。スタンドの能力がわかりにくくて、その倒し方もわかりにくくて、戦いのカタルシスがなく、モヤモヤなバトルが多い。ラストバトルだけは良かった。バトルわかりづらいのは4部からその兆候は出てたやろ。ずっと能力バトル書いてると、次はもっと凝った能力、その次はもっと変わった能力みたいに、作家が思考の迷宮に迷い込むんだろうな。ずっと絵描いてたらパースが少しずつ狂っていくみたいな感じが、ジョジョの戦い方にも出てくるんだろう。まあでも能力かぶってたら指摘されるし、能力が複雑化するのはしょうがない気がする。今さら特に理由もなく炎を出せるキャラとか出せないだろ。アブブルとかぶるからな。そうなると俳句を読んで炎を出すキャラが出てきてしまうわけなんだわ。やとしても途中で仲間の性別変更はむちゃくちゃ。敵が主人公らにどこから迫ってるかわからない的なドキドキ感が薄いんよ。いやそれスタンド使えば解決だよね、みたいな汎用性高いの増えすぎ。主人公特有のクソ強能力じゃないから好きなんやが。近距離戦闘力は置いといて、何でも直したりと努めたりしないやん。むしろ万能さという部分でクソ強能力だろ。殴るしか能がなかった当時のスタープラチナより、よほどできること多いぞ。考えて工夫してるところが見える方が飲み込みやすいんや。時止められます、何でも直せます、じゃ、は？としかならん。何でも戻したり何でも生き物にしたりして打破するのに比べて、人にして頑張るのはなんとなく地味感ある。俺の脳では戦闘の3分の1くらいよく理解できんかった。ちなみに8部もそう。ディオの息子たちが期待外れすぎたわ。ディオの息子たちはちゃんとジョルノと比較できてよかったぞ。リキエルも最後ちょっとだけ黄金の精神見せたし。ディオの息子たちのとこでジョルノも出して欲しかったわ。これが、レクイエムだ。無理や、黄金の精神を持ってる奴は、クッチが嫌う。ラストはクッチの野望不完全な形にさせただけで、別に主人公たちの勝ちではないよな。エンポリオ以外消えてるしな。クッチかウェザーのどちらかを主人公にしておけば面白かったと思う。じゃあよかった探しでもするか。ワイは刑務所ものほとんど知らんから、ジョリーンの刑務所生活は割と新鮮に感じたわ。一見フレンドリーだけどクソ野郎のグエスとの絡みとか、安い金貸して取り立てられなかったら、他の囚人に舐められるから、何としても取り返さなきゃあかんとことかも好き。ジョリーンが賄賂性に馴染んでくとこも面白かったな。